皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Trip 旅というものを選ばせていただきました。と言いますのも、今日は朝早く起きてね、もう昨日はちょっと眠れなかったんだけど、皆さんもお助けでね、4時間ぐらい眠れました。そして今実はエアポートにいます。今日はね、朝のね7時20分ぐらいに、ここは家から20分ぐらいのところにあるね、フライウェイというところなんですね。ここから、LAX、ロサンゼルス国際エアポートまでバスが出ております。なのでそこまでね、まずは、片道ね9ドル75なんだからだけども、1400円ぐらいなんですけれども、そこまでね夫と息子に朝送っていただいて、そしてね7時40分に出ました。この大きなバスで、だいたいね1時間ぐらいかかりましたね。結構な渋滞だったんだけれども、とっても快適でした。ということでね、トリップという BGM を選ばせていただいたんですけれども、もう今日から3週間ほど私は飛行機に乗ってね、そして沖縄に行って3週間過ごして、オフ会をして、そしてロサンゼルスに戻ってくるという旅になりますので、こういう感じのね Vlog 的なものですねをたくさんすると思います。あとは生配信もするかもしれませんね。さっきもね、ハッティヒロさんからねメッセージがあってね、旦那さんが、あの素敵な旦那さんね、あの沖縄からのメンソーレ生配信を期待してますってことを言われましたのでね、あのぜひね期待にね応えたいと思うんですけども、まあ生配信ができなかったとしても配信をいたしますね。そしてこれはバスの中ですね、 On the way to LAX で、こちらはストーリーに載せたんですけど、インスタのね、でこういう感じでね、私インスタのストーリーもね、ほとんど私インスタ使わないんですけれども、今回はね、頻繁に載せるかもしれませんので、インスタ私フォローしている方はねチェックしてみてくださいね。そしてね、私ずっと日本に行けなかったじゃないですか。今回がまあ3年ちょっとぶりなんですけれども、まあ、今回はビザなしになったので行けるようになりまして、なんだけどもまだ条件があるんですよね。それが3回ワクチンを打っていなくてはいけないとか、もし打ってない方は、72時間以内の陰性証明が必要とかね、まあ、いろいろあるんですね。なのでそれは私あるんですけれどもね、結構トラブってね、飛べないっていうね話もたくさん聞いていたので、チケットを発券されるまではねまだドキドキだったんですね。それで私ね、アメリカンエアラインで取ったんですけども、これが JAL との提携されているので、なので結局は JAL で飛ぶことになるんですけども、でもチケットがアメリカンエアラインになってるんですね。なのでちょっとどこに行けばいいのかちょっとよく分からなくって、最初ねアメリカンエアラインがロサンゼルスエアポートのターミナル4なんですけども、そこにまず行ったら、いやここじゃなくって、インターナショナルの方のね JAL の方のカウンターでチェックインしてくださいと言われたので、そちらの方に行ったんですけども、それにしてもね結構たくさんの人がいましたね。これは JAL じゃないね、他のエアラインの列になっておりますが、まあ、でもね JAL はね、私ねめっちゃ早く行っちゃったんですよね。12時半の飛行機なんですけども、もう着いたのが9時前だったんで、まあ、JAL のカウンターも結構空いててね、スススッと行けたんですけれども、なのでチェックインもねスムーズにできまして、そしてカウンターのところにはね、きっと英語が喋れない方のために書いてありましたね、接種の証明が必要ですみたいな感じでね、そうでチケット発券されてほっとしましたよ。もう思わずこれもインスタのストーリーに上げてしまいましたけれども、イエーイ、買っていけ、健康基準プランということでね。そしてもうこの時点でまだ搭乗時間まで3時間ぐらいあったんですけれども、ちょっといろんなお店ねちょこちょこっと見たりしてね、ロサンゼルスのお土産とかね、可愛いものとかないかななんて、まあ買うつもりはないんですけども見たりしてたんですけれども、このカップ可愛いよね。これのショットグラスを私以前買って娘にねお土産としてあげたんだけどね、そのショットグラスがあったらまた買いたいななんて思ってるんですけれども、そしてね LA、 あと出国検査がねある前にね、こうやって2人ずつ歩かされてね、それを犬がこう匂いを嗅いでいるっていうねやってました。はい、ドラッグとかね
麻薬とかの取り締まりだと思うんですけれども、それでね、これお水とか持っていけないので、その前にガブガブ飲みまして、運転免許もね、出国手続きの時にスキャンしてましてね、そしてね、荷物をチェックして、そして無事にゲートまで行ったんですけども、ゲートまで行く途中にもいろんなお店があったんでね、見てみたんですけれども、デューティーフリー、こちらちょっと入ってみましたので、もし興味があったら見てみてくださいね。私は特に何も買いませんでしたが、こちらが、まあ、化粧品ですね。クリスチャン・ディオールとか、まあ、資生堂とか、まあ、いろいろとね、あのメジャーなのがずらっと並んでおりましたね。そしてクリスマスツリーもね、やっぱりもうすでに飾ってありますね。ここに資生堂がありますね。クリスマスのギフトみたいな感じでね。そして何だろう、そう、これ何かなと思って、面白いなと思って撮ったんですけども、なんか、もう何なんだろう、これもコスメですよね。そしてレゴがありましたね。 Welcome to San Jose。 そしてこちらはお酒類、お酒類がありました。 Made in USA、アメリカで作られたものが主に売っているということですよね。そして、テキーラとかね、カルワニとかもあったね。あとはお菓子類かな、ここも、チョコレートとかね、ですね、ゴディバ、ゴディバ。はなんか酔いそうだね、いろいろ、なんかちょっと動き回ってますけれども、私、はい、かわいいね、うん、まあこんな感じですね、キューティッキー、はい。そしてこれはなんかね、おすすめとか言ってこれがあった、かわいいカンカンのロサンゼルスのカンカン、スタッフレコメンデートとか言ってましたね、おすすめですということで。そして他にもまあいろいろとブランド品もたくさん売っておりましたし、まだ3時間ぐらいあるっていうことで、ね、で、ロサンゼルスレイカーとね、コラボしてあるんでしょうかね。レイカーズのこれはユニフォームですね、バスケットボールね。そしてゲートの方に向かっていったんですけど、そして今は152番なんですけどね、そのゲートの近くのね、椅子に座ってこの動画を作っております。はい、近くにはね、お土産屋さんもありますね。でね、あ、これ可愛いなと思ったの、ロサンゼルスって書いてある、まあ、のバッグとか洋服とか、このバックパックとか可愛いね。ということで今日の、というか今日はね、こちらはね11月29日なんですね。ね、それで昨日ウロールさんが言ってたんだけど、11月29日ってね、あの日本の11月29日に私、両手を広げてみんなでつながりませんか企画第4弾を発表したじゃないですか。そしたら11月29日は一粒万倍日ですと。一粒万倍日ってその日に何か始めたらすごいことが起こるってことですよ。そしてこちら私が日本に出発する日、11月29日なんです、一粒万倍日。ちょっとすごいことが起きるそうな気がするんですけれども。そして、日本では11月30日ですね。ということで11月30日の言葉は、 It's not so much what's on the table that matters as what's on the chairs。 これはテーブルに乗っているものよりも椅子に乗っているものの方が大切だということですけれども、食べるものよりも誰と一緒に食べるかという、誰と一緒にいるかという方が大切だということですね。いやー、素敵。そういうことで私はもうすぐテーブルで一緒に、私の両親と妹とね、一緒に何かを食べれるのかと思うとめっちゃ嬉しいです。ということでね、あと1時間ちょっとでこちらね、 JAL この飛行機で日本に行きます。羽田経由なんでね、もしかしたらね、羽田にね5時過ぎとか6時ぐらいに着くと思うんで、そこからもしかしたら生配信しちゃうかもしれない。無事に着きましたみたいな、うん、
できたらね、時間があったら2時間半ぐらいあるんだけども、そこでね荷物ピックアップしなくちゃいけないみたいなのでわからないんですけれども、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a wonderful day everybody。 Mでした。ではまた。